こんにちは、ホリデーズ。今回もね、出かけてきてるんですけども、今回私がいるところは後ろに、ね、山がそびえてるんですけれども、群馬県になります。今後ろに見えてる山、岩櫃山なんですけれども、ここの山結構ね、岩山でそびえてるんですけれども、結構ね、一般ルートとしてね、コースしっかりついてるんですけど、もちろんね、ちょっとね、岩のこう登るとこなんかあったりして注意は必要なんですけども、結構コースタイムにして、ここからだとね、2時間、3時間までかかんないでね、ゆっくり往復こうぐるっと周遊できるコースがついてるんで、今日はね、ゆっくりね、映像を残しながら山歩き楽しもうと思います。今回はね、この手前から、JR のね、ゴーハの駅側から登ろうと思うんですけども、ここ一応そうですね、資料によれば10台ぐらい止められる、無料の、ね、駐車場になってます。ここはですね、入ってくる道がちょっと狭いんで、大型車はちょっとどうかなっていうところがあるかもしれないですが、乗用車だったらね、十分止められます。でここにはですね、そこに、登山者用トイレっていうのがね、一応公民館みたいなところ、集会所ですか、集会所のトイレ使えるようになってるんで、登山者にはね、優しい、ルートになってます。はい、駐車場から5分ちょっとぐらいですかね、ここにね、分岐がありまして、ちょっとこれなんて読むのかな、なんかね、ちょっと字は読めないんですけども、遺跡っていうかね、史跡があるんで、そこを回ってからこの赤岩の方へ登っていきます。で帰りはこの三井岩っていうんですかね、そちらの方から降りてくる予定です。こっちから降りてきます。民家の間を通っていくようですね。ちゃんと看板出てます。よいしょ。早速、急な登りが始まりましたね。よいしょ。もう入ってすぐにこういう岩の間を登っていくようです。まあそうですよね、下からあんだけど岩山を、真上に見てたんですから、登りも急に登っていくと思います。はあ、こんにちは。こんにちは。よいしょ。今日いっぱい登ってますか？そうでも、いないですか？我々は尾根通りから降りてきて、はい、もう一回三井を登る。あ、すごい。山頂行ってないんです。あ、まだ行ってないですか？はい。よいしょ。ただ会ったのは初めて。あ、そうですか。今日鈴、後ろ4人いますけど、はい、今日鈴持ってくるの忘れちゃったから、ちょっと心配だなと思って。はい、すいません。はあ、いいですね、山でこう会話を交わすのは気持ちいい、穏やかになる。もうそこすごい岩が外へ立ってるんですけども、そこの下に4号目っていう看板が立てられてあります。結構ね、急登を登ってきてます。
もうまっすぐそそり立ってます。90度以上オーバーハングしてるような岩ですね、ここも。あ、でもここの岩場はなんだろうな、やっぱり、火山でできたような山なんで、かなりホールドはしっかりして、こうなんだろうな、ザラザラした岩なので、足元はね結構ね、岩の上でもしっかりホールドしますね、する感じがありますね。うわすげえ注いだっていうか、この辺は赤いですね、岩が。なんかこの辺から赤い岩って来てるんじゃないんですかね、これ。もう結構な、本当に岩の間を、隙間を見て縫って上がっていくような感じなんですけども、ここね、戦国の時代、真田家のお城があったんですけれども、もちろんこう山中に、この山の上の方に、建物があったわけではなくて、この中腹ですね、今日はちょっと、そちらへは回らないんですけども、中腹に少し台地があって、そこにねお城建物がいくつか建てられたようですけどね、この妖怪に守られてた城はなかなか難攻不落のお城だったんじゃないですかね。そうか、5合目までが、こちら、こちらって南側になるのかな、郷原側の、赤岩の上りは5合目までかな。はい、今度沢通りっていう方は登っていくようです。こっちはね今度北側になるんで、暗いこう岩の間を登っていくような形になると思います。はい、結構ねこちら側、岩の間をこう登っていくような形になるんですけども、整備されているんで、崩れてなければ、しっかり行けば、安全に登れると思います。はい、9号目ですね。あ、もうすぐ、もう岩のてっぺんに、来たような気配、空が見える。うわなんかすげえぞ。うわすげえぞこれは。よくしょ。出たぞ。あっちが山頂ですね。あそこが山頂だ。うわすげえ。これは奥の山頂だから、こちら側が、郷原の駅ですね。うわすげえな。
やっぱりあれ下から見えたんですよ。駐車場からあの旗が見えてましたよね。あ、すげえ。素晴らしい。うわ、周りの山が、ああ、いい感じ。ちょっとこっち行けそうなんで、行ってみましょうか。素晴らしいよ。おう。あ、ここも素晴らしいじゃん。お、すげえ。どこじゃ、うわ、この痩せをね。よいしょ。うわ、ああ、素晴らしい。お、あ、今そちら、取り付いてますね。2名いるかな。最後のあの鎖場、あそこが10メーター、20メーターぐらいの、鎖場になってますね。狭い山頂なんで順番見て上がりましょうかね。こちらの方の山っていうのはあんまりよくわかんないんですけども、この岩別山の左右肩あれ奥が浅間山でしょうね。でちょっとこっち側に隠れてる、ちょっと隠れそうなのがあれ浅間隠しかなんかかな、ひょっとしたら。あの形からいくとね。でずっとこっち軽井沢で、あそこ妙義が分かりますよね。で、こちら側が春名山で、向こうの奥が赤城山で、でそこが小餅山かなね、近いところで、向こうの奥の方があれ、なんだっけな、武州穂高、武州穂高って言ったっけな、なんか確かですかね。でこっちの奥が日光、あれ南大山が見えるのかな。うん。でこっちの雲の方はもう上越の谷川とかあっちのあの山ですね。今日は新潟の方は、天気悪いっていうんでやっぱり雲出てますよね。うん。でぐるーっと回って、でこちらの奥が東屋さんとか猫岳、菅平の方かな、あ違うかな、草津か、あ草津ですね、あれは、あ草津ですね。でこっちが、猫岳とかね、あの菅平の方ですね、奥が。あ結構わかりますね。ではね、向こうのいる方たちが降り始めたんで、向こうへ向かってみましょうかね。ここ一度下ってから登り返すんですけども、すぐだと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここもね、結構なやっぱり岩の、はい、岩の下りになるんで気をつけていきましょう。よいしょ、よいしょ。結構ね、こうしっかりはしごをつけてくれてるのは本当にありがたいですよね。よいしょ、よいしょ、はい。じゃあもう下まで降りたんで、こっから登り返しです。はい、山頂の直下に来ました。はい、今ここ、下ってきてますね。よいしょ、よいしょ。
よっこらしょっと。こんだけホルドがしっかりしてるんで。よくしょ。お、先ほどいたとこが向こうですね。でここにはしごがあるんで、このはしごはねとても楽でいいですよね。よいしょ。はいはい。どこしょ。あ、早朝。あの、じゃあ。山頂。よいしょ。あ、ここで、あ、四等三角点だ。あ、どっこしょ。はい、やった。はい、ちょっと標識はこの下ですけどね、岩水さん、これ802メートル、この標高で、この醍醐味味わえるの最高ですよね。登頂、なんかすごい山来たような感じです。素晴らしい。さっきね、こちらの、山頂にいたんですからね、さっきの方たちもこう上がってくれると迫力があるんですけどね、すごい。ね、もう下は崖ですよね。ちょっとあんまり怖いんで近くには行かないですけど、はい、行きます。よいしょ、よいしょ。またかない方がいいの？いや、またいでも特に問題ないと思いますよ。ただ、はい、足元をしっかり見た方が。途中でね、右の方へ来なきゃ。こっちの方へ。あ、それで来たら途中でちょっとまだまっすぐ降りていいよ。足場見ながら。すごいね。横通ります。よいしょ。で、その後カメラを打って、この左を見ると大丈夫。よいしょ。はい、降りました。結構ね、足の引っかかりがいいんですごい降りやすいんですけどもね、こういうところはね
体を離すととても、歩きやすいですね。ここが、前までは通れたようですけども、天狗の架け橋っていうのが、これ下行くとね、何が架け橋だか分かります。ちょっと下行きましょうか。これがね、天狗の架け橋っていうことで、今ここの、ここですね、ここがもうね、だいぶ狭くなってしまったんで、歩く人が通ると崩れる可能性があるんで、ちょっと今はね、取れないようになってます。すごいですよね。前はね、ここを通って、そこにね、はしごがあるんで、その裏方へ降りるようになってたんですけど、今はこうやって迂回ができてるんで。はい、下の、分岐まで、6合目ですね、6合目の分岐まで降りてきました。ここから、郷原の方ですね、左に曲がって、今度はね、南の斜面を下っていくようになります。ここもね、結構つづら折りの、急坂になりますんで、岩の縁を下っていくような感じになります。でもここは面白い山ですよね。これ高低が短いんで、元気なうちにこうやってね、岩登りみたいな、アクティブに山登れるんですけども、内容的にはね、本当に、北アルプス槍ヶ岳とかね、剣岳、そんな内容はあるかもしれないですよね。じゃあ下りましょう。はい、出ました。はい、3合目三岩通り登山口ですかね。はい、面白かったこの山。民家の裏に降りてきて、この展望、今もうここでね、ちょっと30分ぐらい撮影楽しんでます。すごいですよね。
雲一つないんで、ちょっとねドラマチックな、写真にはならないんですけれども、これもこれで、岩肌がすごいね、迫力ありますよね。本当にそびえて、屏風の岩のようですよね。でもここ、民家の畑なんですけどね。でもうすぐそこがもう、民家家が並んでるんで、もうすぐ、駐車場には着くんですけども、今ここで、のんびりねこの迫力ある岩壁を撮影楽しんでました。あ、もう戻ってきましたね。朝の分岐、朝、こちら行ったんですよね。でこっちから登って今ぐるっと一周回って帰ってきました。あ、面白かったですねこれ。で今ここで、ここからね、こっち駐車場で、ここからこれ赤岩通り登って、でこっち行ってぐるっと回って周遊ってことですね。はい、お疲れ様でした。今岩櫃山登ってきましたね。ここからでもね山頂が見えるんですよね。山頂の旗がねなびいてますよね。ここからでも本当にここから急にね登っていくような山なんですけども、結構ね、今こんだけねゆっくり歩いてきても3時間ぐらいですかね。で周遊できる感じですかね。でも、山登りの難易度としては結構ね岩登りな感じがあったんで、難易度はね少し高いんですけれども、面白かったですね。でこの山、岩登りがちょっとね苦手だなんていう方にはちょっとねおすすめはできないんですけれども、アクティブにそういうね山登りが好きだなんていう方にはねとてもねおすすめの山ですね。で今回ね、すれ違った方はねやっぱりねこういう岩の山なんでヘルメットかぶってる方が多かったですね。で今回こちらから回ったんですけど、どちらのコースも、上り下りやっぱりね同じぐらいですかね。どちらのコース取ってもね楽しめる山だと思います。で今回はここ真田氏ゆかりのお城があるんですけれども、そちらにはね今回は全然もうね行かないで、山だけをぐるっと回ってきたんですけども、そちらもねの、見学したいなんていう方はここの駐車場ではなくてこの反対側の駐車場、平沢平野、ちょっと名前正しが聞いてますけども、そちらの方から、登ると、山もお城もね結構散策できるコース設定ができるんで、そちらがおすすめかなと思います。そちらもねちゃんと整備してあって歩きやすいコースなんで、どちらもねいいと思います。手軽で面白い山でした、ね。はい、では今回の撮影はねこの辺で終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではまた、さよなら。